気軽に風土実験ができる時代になったと思います。西山さんがプロデュースしたコンパクト風土試験システムは、自動車の空力測定ができる世界最小サユースクラスの風土装置です。従来の大型風土は専用建屋の建設が必要でしたが、今回の風土装置はガレージサイズでさらに移動ができるため、手軽に自動車の空力テストにお使いいただけます。またユニットを自由に連結させて送風面積を増やせるので、さまざまな車種の形に対応できます。コンパクトでありながら細かな空力変化まで数値化できることも特徴です。革命が起きるんじゃないですか。エアロパーツを作るときにかっこよさから入るんですけど、かっこよさプラス機能性っていうのが歌えるようになるっていうのがすごくメリットだと思うんです。限られた条件下でも正確な風土試験ができるっていうのは、今日の試験でかなり証明できたんじゃないのかなと。安価に測定できるっていうのが素晴らしいです。みんな測れるようになりますよね。